けど、なんかちょっと変になっちゃって、青のほっぺ肉まんみたい。それ褒めてる？それ褒めてます？寝てはないです。寝てはない。なんか、あ、これはピザマンだ。ありがとうございます、ピザマン。ありがとうございます。なんかね、夜をどういうルーティンにしたらすごい効率よく生活できるか考えてて今なんか別にどうでもいいんですけど。ここになって、いや、それもしてない。別に寝そうにもなってないです。こんばんは。なにこれ、アザラシ？ありがとうございます。わかる、効率よくいろいろ回したいと思って。お風呂に入ってる間に洗濯機も、なるほど。あ、でもそういう時もある。段取り良くするためにっていうか、なんだろう、なんかその、そう、そういうこと。難しいけど、なんかそう、どういうルーティーンで物事を進めてったら自分にいい感じな、なんて言うんだろうな、ちょっと説明が難しいけど、なんでもない。そう、でもなんかそういうことなんかさ、効率よくしてた方がさ、なんか自分にとってプラスになることがある気がして、ちょっと難しいけど、こんばんは。最近お風呂で YouTube 見てる？お風呂で YouTube ね、最近見るけどそんなに見ないようにしてる。あ、もうずっと入っちゃうから、お風呂。時間の使い方が難しい。ルンバね、ルンバはないです。普通に自分で掃除機かけてます。ショールーム中に SNS するやっぱ、どういうこと？ああ、それしたことない。無駄を愛するのも大事です。そうなんですか？すごい、なんか名言みたい。人の声のイメトレというか、台本はもう全部読んでおります。いくもありがとうございます。ハートありがとうございます。こんばんは。ハートありがとうございます。時間の使い方って難しい。でも青はちゃんと、時間は
時間はちゃんとあのお仕事とかの集合時間とかはちゃんとします。劇場だってのに仕事終わら、頑張れー、ファイトファイト。あおちゃんバスケなかなか上手だったとか、え、そうなの、何気にできたんだよ。難しかったけど、でも全然できてない、あのできたって、なんか上手って言える感じじゃないけど、思ったより、自分が思ったよりできたってことだから、そういうことじゃないんですよ。最近手紙書いてる時間、お手紙か、お手紙最近書いてないな。あおちゃん何分前コードですか。何分前コード、うん、何分前だろう。あんまりね決めてないけど、でもなんかちゃんと調べます、時間。なんか集合時間はなんかもう自分が間違えないように何回も見るし、あとその集合場所までの、家から集合場所までの徒歩の時間調べて逆算して家出る時間決めてます。それも結構分単位で決めてて、分単位で決めてるんですよ。なんか10分とか15分とかじゃなくて12分とかにしたりとかしてる。あと毎回同じ集合場所だとして、で結構なんか何回も行くところでも割といつも時計見て、あ今日何分で着いたって思ってます。新幹線乗るとき何分前にホーム着いてる。昔はめちゃめちゃ時間余裕持ちすぎてたくらい持ってたんですけど、今はそんなことない、割となんかスッて乗れるようになりましたちょっと答えになってないけど2時間半かかった2時間半ありがとう、東京行ける時間ありがとうございます、待ってます学級員やったことないです。学級員やった全然ない。放送委員と飼育栽培委員だけかな。AB 型の人はこだわりが強いこと関心、え、めっちゃ青、関心ないこと、めちゃめちゃその通り。ああそう、東京なんかなかなか行ったことない駅とかだと早めに行ったりする。青はピーマンのメール来た、さっき送ったやつだ。放送委員のアナウンス今聞きたい、なんて言ってたっけ。なんて言ってたっけ。皆さんおはようございます、今日は11月2日月曜日です。晴れている朝ですね。今日も元気に一日を過ごしましょう。教室で静かに自習をして待っていましょうが朝のやつだった。下校の放送はなんだっけな、なんだっけ下校の放送、あれなんだっけ。もうすぐ下校の時刻になります。
校舎の中や校庭にいる人は後片付けをきちんとして早く帰りましょう。窓閉めや電気を消すことは忘れずに。では皆さん明日も元気に登校しましょう。今日の担当は6年古舘、何年何々、何年何々、何年何々でした。では皆さんさようならって放送してた。あ、監督今日は見に来てくださってる多分これ。あとなんだっけ、何言ってたっけな。何言ってたっけ、忘れちゃった。でも朝と夜、朝じゃない、朝の配信じゃない、朝の放送と夜の放送覚えてました、覚えてます。でも中学はそういうのなかったんだよね。これは小学生の時に言ってましたかな。中学の時何放送してたっけ。なんかでも木曜日とかの給食の時間に放送していました。いうところの担当分け、担当分けあった気がする。なんか朝と中休みと給食の時間と昼休みと下校の時間の放送があったんですよ。それをね、なんか分けてた気がするけど忘れちゃった。音楽ね、なんかリクエストされたクラスの子にこれ流してって言われて、あ、わかったって言って流してました。でもなんか東京にいた時は放送委員の印象強かったけど、新潟来てから放送委員いたのかな、わかんない。影薄かった気がする。放送委員の放送委員あったのか分かんない。明日の仕事で暴れたい、暴れたい気持ちはめちゃめちゃ分かる。次あったら来て、それか DMM 見て、あ、青が踊ってるって思って、あの DMM 見て。お仕事頑張って。オープンリールって何、オープンリールのテープ。こんばんは、おーちゃん。字があまり綺麗ではないのが悩み。いや、もう字綺麗じゃないの先生。え、めちゃめちゃ言われる。青字そんな上手くないよねみたいな。だから字綺麗になりたいんです。なんかまだ字が落ち着いてないんです。なんかなんか大人になると、なんか大人っていうか結構もう大きくなると字って安定するじゃないですか。わかります？もうこの字はこの人のこの字はこういう書き方だみたいな。なんかめっちゃさ安定してくるはずなのに、高校1年生になった今字がなかなか安定せず、なんならノートなんてね全然ね、ちょっと今ノートなんだけど、本当に本当に安定してない。なんかでも前よりは安定してきたけど、
全然安定してないですそう、そう、筆圧めっちゃ濃いの本当に。でもね、前よりかはね安定してきましたよ前よりか。でもまだ子供の字なの。すごい突然ですが好き。ありがとう。小声じゃなくていいよる青のノート。でも国語のノートが一番綺麗に書いてるかな後に落書きしてないよ全然落書きはねしてない。でもなんか昔はすっごい可愛い字に憧れてたけど、今はめっちゃもうかっこいい字に憧れる。もうピシピシピシって書く字に憧れる。だけど全然できない、全然できないし、なんか書こうと思ったらなんか子供の字になっちゃう。ただいまお帰り教科書の偉人の顔に落書きしないしない。だって偉人だもん、偉い人だもん。しないです全然。でもノート見せようと思ったけどどうしよう。そんな字きれい汚いが分かるようなところね。これは違う、これは違うけど英語が一番きれいかも。でも眠くなかったからこの時でも本当に眠くなったら何書いてるか分かんなくなるの。ノートとか本当に特に同じ綺麗になりたい。でもなんかたまに無性に文字書くとき、書きたくなるときありません？青の字多分見たらすぐに青ちゃんのってわかると思う。でもあの生写真のさあのサインのときの字はあれ結構なんかちゃんと書きました。あんまり丸く書かないように気をつけたけど、丸く書いてるのはあるかもしれないけど。筆記体書けない、書けないです。英語の筆記体、筆記体は英語しかないか。そう本当にね、何の字書いてるか分かんなくなる。眠すぎて授業中。逆に昔って授業さ、筆記体の授業あったの？授業で筆記体書いてたの？習ったことないかもしれない。ないと思う。筆記体書けないもん。こんばんは引き手書けない。でも英語書くの、英語アルファベット書くの得意じゃない。好き。普通に
画数が少ないから。アルファベット書くのすっごい好き。でも、あは大文字より小文字書くのが好き。なんとなく。筆形体ってそんなになんか、あれだったんだね。すごい、授業あったんだね。初めて知った。得意なアルファベット？いや、わかんない。A。アルファベット分からなけど、じゃあ A で。ひゅひゅって書きます。あとさ、英語のノート好き。英語のノート、英語のノート好き。英語のノートってさ、なんか英語用のノートわかります？ちょっと今ないんだけど、赤い線、何本線だっけ、4本線書いてあるさ、英語のノートあるじゃないですか。あのノートが好き。あのノート、あのノートだとね、すごいすぐノートがなくなって勉強した気になれるんです。なんか、まあ、勉強 してからノートなくなっちゃうんだけど。そのノートが、でも普通に授業のノートだと普通のキャンパスノートで英語もやってる。塾行ってる時にそのノートいっぱい使ってた。 A は A で書くの、 A で書く、後の A で書きます。こっちのさ、先の最初のさ、この A が分かんない。これなら分かる。そこだよ、そこ。音楽は五本線、あー、五本線。お風呂上がりのスピン、お風呂上がりのスピンです。 F の大文字、 F の大文字も書けますよ。シュシュシュって書きます。英語で名前書いてた時は小学生の時、小学生の時でした。小学6年生の頃はね、全然書け、アルファベット全然書けなかった。目力強い、目力強い？ありがとう。B と F って筆記体で違う。え、そうなの？そんな難しいの？筆記体本当にわかんない。教科書に出てきた覚えはあるけど授業したことないかも。ローマ字、ローマ字。こんばんは。今日はやばい、今日本当にまったりすぎて大丈夫かな。本当に全然ちゃんと
喋れてない筆記体習わなかった。もっと面白いこと言ってって言われてた。ごめん、いつもこんな感じで、いや、いつもはもうちょっと喋れてるんですけど、これの 1.5 倍くらい。あー、シータ見つけた、ごめんなさいちゃんと喋る。ヤヒよく転ぶの。あ、バスケしてる時よく転んでましたバスケしてる時によく転んでました。今日は緊張してる。え、全然してないだからこんなんなんだ。あー、明日の公演、前回に比べてどうして、前回に比べて、なんだろう、とりあえず、でもなんか青の中ではなんか前回頑張るけ、頑張る、なんか、なんて言うんだろう、前回と同じようなことはしたくない。例えばなんか普通にフリーのとことかはもっと変えていきたいと思ってたりしたり、しなか、したりします。 しなかったりしてないですなんかフリーのとことか変えたりとか、でも普通になんかなんだろう、でもいろんなアイドルさんのライブ映像とか見て、こういうのやってみたいなとか、こういうなんか感じのしてみたいなとかはいっぱい見てるからしたなと思ったり、もうそれをどこに入れようかみたいな感じでも、前回の公演よりかは普通にいい、何、前回より落ちちゃいけないから前回より上がれるようにしたいです、全体的にも。お布団の中で横になりながら配信見てるから面白いオタクもあったり、おそろっちCM 頑張りますそう、でもちゃんと、ちゃんとじゃないけどノートにいつもまとめてて、それこそあの、なんだろう、あの初日、ちっちゃいもん、この前の1回目の公演の時の前日のリハがもうダメすぎて、個人的に、個人的にダメすぎて全部ノートに書いて、よかったしか出てこない。えー、その感想があるだけで嬉しいよ、ありがとう初日あったからちっちゃいもんな、みんなで普通に公演の時は毎回反省会をみんなでしてて、これを直そうはあります、本当にたくさんアオのソロ公演ね、いつかしてみたいけどまだしない、いや、できないります。でも西荻さんじゃないですか、明日。西荻さんの楽しみ、全く知らないんです。瀬戸利、瀬戸利も知らない、
全く。ユニットでやってみたいもの、あ、ラスベガスやりたいよ。目の前に他、え、全然いいよ、全然青の方ずっと向いてて地に足ついてる感じが良き、ありがとう将棋さんの方にアピールする。なんか今回なんか結構新しい感じじゃないですか、なんかユニット公演で1回の公演で2つのユニットが公演するっていう、パフォーマンスするっていうじゃないですか。だからなんか、え、これはなんか何ちっちゃいもんで話してるとかじゃなくて、青がただ個人的に思ってることだけど、なんか絶対にどっか比べられちゃうじゃないですか。だからそう、あんまりその劣らないように、なんなら超えられるように頑張ろうって思う。いやもう本当に負けず嫌いなのかもしれないけど、そうそう思いながらやってました前回。花ありがとうございます。それそう思って、でもなんか1回目の昼公演が本当にみんな緊張して、もう MC もダメダメで、もう終わった瞬間泣いたんです。もう悔しすぎて、あ、もうこんなんじゃもうドラさんに越されたと思って本当に。だからそういう部分ではすごい、まあ、いつももうめちゃめちゃ頑張ってるし、前回の声よりいい声にしようと思いながら公演してるけど、そういう意味ではすごいめちゃめちゃなんか燃える、なんか燃えるって言い方やだけどめちゃめちゃ頑張ろうと思う。明日の公演なんか3回もしたい。なんかまだなんかみんなが見に来れるくらい公演したい。ファンの声、ファンの難しかったけど、なんか MC とかがなんか反応ないから、なんかあ、これを今なんか変なこと言ってないかなとか思ったけど、でもまあなん大丈夫でした。でもなんかやっぱり今まで無観客でパフォーマンスしてきて、それに比べるとやっぱり目の前にお客さんいるのはいいなと思いました。もういるだけで心の支えになってた感じ。から早くもっと公演したい。笑顔で見守るしかない。いやもう笑顔でいて。パフォーマンスで、ちょっともうちょっとパフォーマンス力向上できるように頑張ります。ついちゃったね。ビネシータないです、明日。マスク越しに伝わるくらい、あ、もうこれで、もうこの目で。
ろんな漫画見た上で、おーちゃんがもうそう思ってくる、思ってくれることを願ってるな。パフォーマンス力って具体的にどんな、なんだろう、なんかみんなよりもうちょっといい感じにちょっと効力が皆無だけど、なんだろう、でもなんか青石じゃなくても見た時にわおちゃんすごいって思えるようなことしたいです。ダンスだけじゃなくて、パフォーマンスいいと、でもみんな本当にダンス上手になって、もう本当に初期から比べるとびっくりする。なんか初期の振り笛とか見ると、あ、こんなに踊れてなかったんだって自分の見てめっちゃ分かる。明日も自信持っていきます。伝える、確かに。冷蔵庫の歌も良くなってると思った。でもサビめちゃめちゃ高くて、でもめちゃめちゃ高い。あと冷蔵庫って歌詞、1番サビと2番サビの歌詞が似てるから、そう、冷蔵庫始まる前に3人でめっちゃ早口で歌ってる、確認するために。でもなんか難しくて、最近というか、なんかなんだろう、なんか楽しくやろうって思いすぎちゃって、なんかそのパフォーマンス自体を見せられてない気がして、それが難しい。それが今の青が直したいところ。MC はやっぱ6人だから、6人だし、緊急性公演でも MC 出てたから頑張んなきゃと思ってとりあえずもうしゃべってました。なるべく無言の時間が続かないように、無言の時間がないようにしゃべってました。ラスベガスやりたいな。結婚しよう、ラスベガスに着いたらすぐに。マガールと何だったんだろう今の時間みたいになっちゃうから、間がないように。でも MC はめちゃめちゃ今後の課題でもあるちっちゃい萌にとっても、青にとっても。でも昼公演終わった後にマネージャーさんが褒めてくださって、それがね嬉しかった。
メスメガスのぬいぐるみに嫉妬する。あのぬいぐるみかわいいよね。反応できない、もうしょうがないけどね。難しい。すごい、もうみんな優しい。劇場行きたい。家来て来て。来れるようになったら、当たったら。だから公演もっとしたい。平日もしませんかって言いたいです。ぬいぐるみと背が同じくそれはない、それはないです、それはない。でもあのぬいぐるみ結構大きいんだよね、ラスベガスのぬいぐるみ。えちょっと聞いてみよう、平日しませんかって公演で歌いたすいっぱい。でもそうだよね、通常公演はまだできなさそうですよね。でも絶対はまだね、ポジション覚えてる自信めっちゃある。立ち位置夢シナモパーティーもやっぱもう明日パーティー公演します、夢シナ公演しますって言われたら、言われてもね、いける自信ある。ハートありがとうございます。軽く帰ってね、軽く帰ってきてほしい。ね、覚えてるんだもん。夢を死なせるわけにいかない。願うよ、じゃあ願う、与えますように。身長何番目くらい、身長多分まだ一番下。でもヤヒ超えたかもしれないってこの前って思った。わかんないけど、ホコリか、ホコリの丘公園ですって言われたら、えちょっと厳しいかもってなるかも。でもなんかね、詳しい番号はねちょっとわかんないかもしれないけど、あここら辺にいたかなっていうノリではいけると思う。でもあの君のニュースは多分全然覚えてないかもしれない。君のニュース本当にあの全然、新春公演だっけ、新春公演の時にホコリやって、新春4周年だ、4周年の時にホコリやって、その時は前半曲しか出てなくて、だから前半曲は多分まだ覚えてる。あの立ち位置は詳しい番号は分かんないけど、でも振りは全然覚えてます。君のニュース好きだから、あの振り、ちっちゃいもの以外出たい曲、えある、え青さ、あれさ、一人一つしか、一人一つの公演しか出れると思ってて、一人一つだけしか出れないと思ってたから、えめっちゃ公演したい、だったらいっぱい公演したい。でも今から増やせるのかなっていう話をしてて、聞いてみる、したいから。そうから、めちゃめちゃ出てる子出てて、めっちゃいいなと思った。
公演したいな。したい、公演したい。とりあえず明日の公演頑張ります。明日のちっちゃいもん公演。ねえ、そうだよね。みんなさ、青のこと、青と会いたいってなったら、青がいっぱい公園出たら、見に来れる確率が上がるからね。ハロウィンナイトテテ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 ンテテ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 テン。旅行園まで体力のく、あ、残します、残します、全然残します。いや、割と全然余裕だと思います。体力ある方かもしれない、わかんない、多分元気です。ピザマありがとうございます。テテンテテンテテンテンテテン。あ、ノエルの夜、クリスマスの曲、あの曲好き。なんかテン、あおちゃん昔よりかなり体力ついたかも。え、これ何まん、あんまん、わかんない。ありがとうございます、美味しそう。なんかね、中学の時に持久走があって、あ、本当に持久走、本当になんかもう普通、なんかそんな全然速くなかったんですよ。速くないっていうか、そんな得意くなくて、東京にいた時で、新潟に来て持久走した時に結構割と走れて、だから、ああ、公演してるからだと思った。そう。肉まん、あんまん、ピザまんの三種類のゲスト。あ、そう、三種類って確かに。あのさ、ローソンのさ、大学芋の食べたい。ハロウィンお菓子もらえた、みゆみゆにもらいました。美味しかった。はい、ありがとうございます。レッスンが、公演もあると思うけど、レッスンもあると思う。体幹強くなったイメージ。本当？そう？でも強くなったのかな。ハプマありがとうございます。三角食べれました。あのね、カニさんの卒業公演の時に、差し入れで三角チョコパイ来て、白食べました。レッスンね、レッスン、基礎レッスンめっちゃしてた、初期の頃。じゃあ晩ご飯言いますね。明日の晩ご飯タイム。
日の晩ご飯タイムを言います。今日カレーじゃないですか。明日祝日だけどみんな休みなの？そんなことない人もいるか。肉まんは出さないよ。どうしよっかな。どうしよう。どうしよう。明日の夜ご飯何にしよっかな。明日って200日なのか。そうじゃん、そうじゃん。じゃあ今日199日目なの。すごい、おめでとう。200日でしょ。いや、明日ブロッコリーにすればよかった。ちょっとやめよう。決めた。難しいかな。難しい、じゃあいきます。明日の夜ご飯はじゃか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 じゃん、さつまいも。さつまいも、さつまいも、さつまいも。さつまいも、さつまいも。好きなんです、さつまいも。明日の配信、明日夜配信だけでもいいですか？明日夜、公演終わったら1時間配信しようかなと思って。でも何時にしようかちょっと待ってるけど、何時に帰れるかな。8時半とか、8時半からしようかな。じゃあ8時半で8時半。8時半にします。間に合わなかったら多分9時からやると思う。1時間します。そんな感じで。明日寝坊しないようにしなきゃ。特に明日もう二度寝はしません。でもね、今日のね、寝坊正確に言うと3度寝なんですよね。いつも二度寝含め目覚ましかけてるから、普通にそれで起きたんだけど、もう一回寝ちゃって本当に今日はすみませんでした。怖い怖い怖い。スクショします。明日髪型どうしよっかな。ちょっとマネージャーさんと相談する。すごい、3度寝のごめん、そう、今日正確に言うと3度寝なんですよ。申し訳ない、シング本当に眠くて。寝坊しないにしよう。だからもう今日早く寝ようって決めた。早く寝るし、でも昨日はドラマを iPad で見てから寝たんですよ。それが良かったな、悪かったのかもしれないから、本当に。だからでも今日の月9見たいんだよな、後で。でもちゃんとね、起きるようにします。すいません。肉まんポーズって何？これちょっとわかんないわ。キュンポーズってこう？キュンです。明日の髪型迷い中。
防しないようにします。公園の時の寝坊でも、公園の時に寝坊したことない。なんか手汗めっちゃかいてるんだけど、なんでだろう。 3D 猫パンチ。でもささくれできてるの、ママとパパに迷惑かけてたのかな。なんか聞かないですか、親に迷惑かけるとささくれできるみたいな。違うっけ。あと60秒、ありがとうございます。ハンドクリーム何使ってるっけ。なんかあ、ママからすごいハンドクリームもらって、ロキシタンのと、あとなんかよくわかんないいい匂いのやつ。30秒、今日はありがとうございました。ゲストとしのぎありがとうございました。また明日公演見に来てね。あ、DM おやすみなさい。また明日。今日もお疲れ様。みんなおやすみ。ちゃんと寝てね。おやすみ。また明日ね。おやすみ。バイバイ。頑張るね。